中沢光雄は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。山梨県出身。農業、中沢勘士郎の三男として生まれる。氷川中学校、名古屋陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1912年5月陸軍士官学校を卒業。同年12月、不評少尉に任官し不評第50連隊付となる。 1920年11月、陸軍大学校を卒業。参謀本部付勤務、参謀本部員などを歴任し、1922年4月から翌年3月まで、陸軍委託学生として、東京外国語学校でドイツ語を学んだ。1923年7月、ドイツに留学。1924年5月、参謀本部付となり、参謀本部員。 陸大教官、不評第44連隊付、陸士教官、参謀本部員などを経て、1936年3月、不評大佐に昇進し不評第18連隊長に就任。日中戦争に、第16師団参謀長として出征し、南京攻略戦、武漢作戦に参加した。1939年3月、陸軍少将に進級。 陸軍におかし学校幹事を経て、1941年10月、陸軍中将となり、第一師団長に親保され、満州に駐屯した。1944年3月、おかし観学校長に就任。さらに第四十軍司令官となり、鹿児島県移住院で本土決戦に備えたが終戦を迎えた。1945年12月に予備役編入となった。 ありがとうございます。